皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー元気に楽しくもどかしくやっていきましょう。今回は注目の世界難しいから桃太郎のからくり部屋グッドコースハッピー大吉さんという方のコース遊んでみたいと思います。クリア率 10.7% でベストタイムが1分44秒、割と長めのコースになっているようですね。楽しくやっていきましょう。上は何だろう、周りの様子を見て来られるよっていう、そういうパターンでしょうかね。確かサムネで上に顔が書いてあったんで、それになっているんでしょう。で、右側のボム兵を爆発させるには、ブラックパックンを落としてから、左側のリフトを作動させてあげれば OK。このままここで、しまった、マリオ3だとマリオのスクワットができないのか。ちょっと残念。これは、クリボーを動かして、あれ落ちちゃったよ。クリボーが左上の音符ブロックを踏んでくれるんだと思ったんだけど、あ、行った行った。スターが出てきた。これで、OK かな。邪魔な砲台を動かしてもらって、どんどん先に進んでいくで。そしての、B スイッチを運んでもらって、落ちてきた。そうすると多分上の、なんだっけ、ファイヤークッパクラウン。こいつが落ちてきてくれるはず。よし、オッケー、いい感じ。氷を壊したら、上に進んでいくで。この氷挟まれて死なない？大丈夫。あ、バグのやつかな？挟まれないやつかな？いや、挟まれた、挟まれた。普通に死んだ。マジっすか？これどうすればいい？ここで待っててみるよ。あ、降りられた。さっきやられちゃったのは何だったんだろう。中途半端なところでやっちゃダメっていうこと？ここは落ちるしかなさそうに見える。はい、はい。あー、そういうことね。なんだ、バグ系のコースか。あんまりバグ系のコース好きじゃないんだけども。青狩りとリフトと、なんだろう、両方作動させておく？違うか。どっちかだけを使えっていうことだったのか。やられたやられた、畜生め。こうやってやり直しはできる？やり直しはできない？嘘。嘘でしょ？死にポイントもない。やられたやられた、畜生め。これで戻ってきたんですが、メットをかぶっていけっていうことですよね。で、はい、ここ入れる？入れる？入れる？入れないんだけど、ここ。よいしょ。入れないよ、嘘。入れない、入れない、本気で入れない。ちょっと待って。あ、入れた。危ない。あんなところでやられるわけにはいかないよね。これはロスンさんをこっちにずらしてやるんだよ。ほい、ほい、ほい。こう、こうです。はい、バイバイ。グッバイチャー。からの、このさっきから狭い隙間に入らせるのが多いね。入れないんだけど、畜生め。終わらない棒を呼んでるんだよ。普通に落ちて大丈夫、信じるよ。花ちゃん落としてみたけど、待ってて大丈夫？本当に大丈夫？落ちる？落ちるよ。あ、よかった、鍵やっぱり来たよね。多分下まで降りちゃダメだったんだろう。何これ、よかった、ゴール。最後の仕掛けどうなってたのかいまいち分かんなかったけど、ゴール、ゴールはゴール、イエーイ。右側まで行けないで、やったよ。本当はこれ右側登っていけるんじゃないですかね。登っていけないところがさすが私。
桃太郎のからくり部屋グッドカウスハッピークリアしました。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコース遊んでみましょう。攻略クッパ城中間地点設置&微調整バージョン、難易度星4つ、クリア率約 7% のコースです。ベストタイムが3分、長いな。このコースで今日は終わりかな。これはおなじみの、あ、もうダメージ食らう人はおなじみじゃないと思うんだけど、まあ砲弾を使って上まで登っていくるっていうことでしょうね。これキノコじゃないかな。あ、キノコだった。難易度調整ありがとうございます。まあ本当はファイヤーに変わってたのかもしれないけども、そんなこと言っててもしょうがない。これは普通に入ってっていいのかな、そこにね。いいよね、信じるよ。壁キックで登っての、こっちか。なんだろうな、あれファイヤーかな。取れそうで取れない。ほいほいほい、これだこれだ。1アップかよ。まあいいや、ありがとうございます。1アップいただきました。優しさの詰まった1アップ。これでここが壊れるでしょ。ついていった方が良さそうな気がする。やっぱりね、ここまででいいのかな。まあ、矢印あるし、このコースは素直に上に進んで良さそうな気がする。 OKOK、任せて。安心、くるくるクールのマリオメーカーです。何が安心なんだ。キラーさん、キラーさん、できれば2匹くらいいた方がいいのかな。あ、1匹で全然余裕だった。下に待ち受けてるものは溶岩ファイヤー。なんだこれ、あそこ、ああ、びっくりした。こうね、お邪魔します。プロペラを取ってこいってことだと思う、今の感じだと。多分ね。こうかな。で、上の道を壊せるよね、やっぱりね。ほい、左下にも石ブロックがあったんで、それも壊したいところなんだけども、まあ、よく分かってないんで、とりあえず先に進んでいきましょうかね。ほい、ここもプロペラを取ってから上に来いと。違った、キラージャンプで上に登っていいですね。このコース面白いですよ。中間2つ目ゲット、ありがとうございます。ここはまたキラーを使って上に登っていく。ヒップドロップもいらない高さ、ありがとうございます。なるほどね。ピピピピ、あー、もうちょっと早く、この辺です。あー、当たらないな、意外と当たらない。よし、運べた。いい感じ、いい感じからの、はい、了解。ここはヒップドロップで一気に落ちちゃって本当にいいんでしょうか。いや、怖い、怖いんで普通に降りた。でビリプレイのプールは未だ健在ですよ。からの、次は何だろう、右側に行く。はい、待って待って、下の様子見てくるの忘れちゃった。大丈夫。うわー、おー、危ねえ。あ、ここでやっと取れるんだね、念願のプロペラ。ここまで長かった。下に降りてからの、やっと戻ってこられたよ。そして何だろうな、矢印従うけども、ギリギリ反応できた、よかった。中間も2つ取っちゃったんで、これ以上中間ないんで、できればやり直しは大変なんでしたくないからな。この感じだと次ボス戦かな。ただここまで敵らしい敵はいないんで、クッパさんいるかどうかわからないけど、いるのかな、この感じは。クッパさんいらっしゃる、いらっしゃった。しかも2体もいらっしゃった。カメックさんまで、あー、いいのに、そんなに大盤振る舞いしなくても。あお、あお、なんだなんだなんだ、あの亀は、亀は、あー、亀ザード、もしかしてあれかな、ファイヤーフラワーがカミックの魔法で亀に変わっちゃったとか、そんな感じだったのかな。全然見てる余裕はないぞ。敵の攻撃が意外と激しいぞ。よし、これで7光だけになればもうこっちのもんでしょう、楽勝でしょう。か、お前邪魔、お前邪魔、ほい、ペペペペペペ、あ、了解了解。あ、なんだなんだなんだ、
七光に壊させるのかと思ったらちゃんとボムヘが落ちてきてくれるんだね。ありがたい良心設計じゃないですか。でそのままスルーしてゴール。七光は溶岩に落としてあげましょう。いやこのコースはよしこさんでしたね。程よい難易度に いいギミックに遊んでて面白かったです。ありがとうございました。はい、それでは今日の最後はこちらのコース遊んで終わりにしましょう。スーマリくん劇場ヨッシーニューアイランドヒカルさんのコース、クリア率 6% のベストタイム40秒。結構難しい感じがしますよ、サムネ見た感じだと。まあアミーボ系のコースなんでしょうね。ヨッシー、あれ、あ、上からどんどんヨッシーの卵が入ってくる。青もいいけどやっぱりまあ緑の方が基本かな。お邪魔します。なんだ急に世界観が変わったよ。これは右側に行くんではなさそうかな。この土管に入ればいいのかな。お邪魔します。ドゥ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 、鍵持ってるね。よし、いただきましょう。入るよ。はい、入ったよ。大丈夫？このまま土管にインサートしてからの下な。このまま続くのかと思いきや、いや、スターでこいつらは倒しちゃおう。危ねえ！飛びすぎるところだった。今のうちにテレサを片付けての、これはどっちだろうな。左側何もなさそうな気がしません？ここだろうな、この上だろうな。あったりあったり。ただここでまさかのこの子登場。あら、下にルイージ先輩、はい、いらっしゃるけども、こいつから雲を奪っていいのかな。雲を奪っちゃったよ、下で。あ、何やってるの私。下に土管があったよ。このままなんだっけ、ハンマーブロス3体とその先のテレサもできるだけ倒したい。いや、いいか、倒す必要ないか。生き物大好き。あ、でもあいつら生き物じゃないんだ。落ちちゃったよ、落ちちゃったよ、落ちちゃったよ。畜生めー。じゃあこっちのアミーボを今度こそ確認していこう。なんだ、ただの緑ヨッシーじゃないか。普通に上から落ちてくるの待ってればよかったかな。ご利用して生きちゃってるけど、この先でファイヤーもらえるし別に問題ナッシングでしょう。ご利用しは正義。はい、どんどん突き進んでクール、登れないでクール。よし、登れた。で、ここに大きなキノコがあったのを覚えているんで、さすが私、そんな誰でも覚えてるよ。で、ここを落ちていけばいいんだっけな。ここをどうするか、どうするか。右側に進んでも何もなさそうな気がする。あ、いや、あった。デカマリオ状態の方が面白そうだったんだけどな。まあ、いいや。下、アミーボがいっぱいあるけど、ここは取る？取る？取る？でも下にクッパいるから、いや、グッバイちゃー。さーて、今回アミーボコースだったんですけれども、結局普通のマリオでクリアしてしまうという大失態を犯してしまいました。スーマリくん劇場、スーマリくん一回も出てこなかったヨッシーニューアイランドクリアでした。ありがとうございました。では今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。コース募集を行っております。優しいコースどんどん送ってきてください。それとチャンネル登録お済みでない方、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。
それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。